もあゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、おお、びっくりした。もうわざわざ11だ。おお、よく似合っているぞ。まるでお前のために作られたような服だな。まずは我が隊の重要なルールを伝えておく。魔女がいる負けは恐ろしいところだ。従って一人での調査は禁じられている。他の勇者たちとチームを作り、必ず3人で行動するように。そのために最初にチームを作る必要があるが、チームの仲間は通信で募ることとなる。ふんふん。ローカル通信やインターネット通信、ダウンロードプレイはこの部屋で。だがもし通信を使わず一人修行を積みたいというのであれば、この小さな入り口に進むのだ。ただし負けは危険な場所だ。本来なら仲間と3人で1チームとなって出発してほしいところだが、この先にいる案内人に従い出発するのであれば、一人での出発を特別に許可している。うん、私はそっちです。わかったか？ほい、わかりました。では、あゆな、健闘を祈っているぞ。なんかこの世界の人はあれかな？ずっとこっちを見ながら話すってことかな？ああ、あの不気味な人形。自分は今大事なお役目中であります。扉を守ることが自分のお役目であります。マネビトをこの部屋から出すことは禁じられているであります。外出されるときは気をつけるであります。マネビト。この壺は何もできないのね。ちょっと怖い。なになに？ここはマネビトの間。浮世のしがらみから離れ、一人技を極める修行の場所。ちょっと動転してるよ、気が。ほほう、お主。一人が似合ういい面構えじゃ。ねえ、それなんか嫌だ。そこに佇むデク人形、それがマネビトじゃ。しかし、ただのデク人形ではないぞ。お主の魂を分け与えることで、マネビトは主となり、主もまたマネビトとなる。怖。わしはマネビトじいさん。マネビトと共に魔境に旅立つ覚悟ができたとき、わしに話しかけてくれ。さすればお主とマネビトをつなぐ架け橋となろうぞ。マネビトのご利用はマネビトじいさんまで。なるほど。お、さっきの子じゃん。あ、耳がおしゃれな勇士様。今魔境のコースクリア状況を見てたんだけど、まだうちの討伐隊のメンバーはどこもクリアしてないみたいなんだ。でも僕は君がこのリストに印をつける最初の勇士様になるって気がするよ。それでご用は？いや、ないよ。他にも勇士様がいるみたいだけど、僕は断然君派だからね。ありがとう。へえ、なんかこんなんがあるんや。最初は森林エリアみたいやね。え、っていうかなんか三角がいっぱい並んどったけど、あんなにいっぱい何かあるの？剣でも壺を割れる。古びた本がある。なになに？魔境巡り4。なんかいきなり4巻から。そびえ立つ城壁、足元に広がる深淵、まさにフォートレス、要塞だ。兵士たちの厳しい見張りをかいくぐる間、ずっと生きた心地がしなかった。心が折れそうになった時、壁に張り付く奇妙な形の虫を見つけた。うまく姿を隠し、敵の目を欺いている。こんなところでも一生懸命生きている彼に、僕は勇気をもらった気がした。敬意を表し、僕は彼を写真に収めた。その写真は見せてくれないんだな。勇者たる者、正しくマネビトを扱えるようにならなければなりません。私がマネビトのことをお話しで差し上げましょう。マネビトパネル。案内人に出発の意思を告げると、マネビトに力を与えてくれるでしょう。あのおじいさんね。すると、マネビトパネルが使えるようになります。おう、あの下の？マネビトパネルは下画面のこの光っているパネルのことです。これはあなたとマネビトをつなぐ心の入り口です。マネビトパネルを押すことで、マネビトに乗り移ることができます。へえ、怖。勇者たる者、他人の立場に立って、物事を考えられる存在にならねばなりませんよ。あ、よく見たらあれ。私と同じフードをかぶっとるけど、顔が、さっきのデク人形やね。スキップボタン。いくら勇者といえども、マネビトとの冒険は大変過酷です。どうしても先に進めなくなったときは、スキップボタンを押してください。学びとの力が一時的に高まり、あなたを次のステージに導いてくれるでしょう。ほう。しかしそれは妖精一匹分の力を使ってしまいます。また、スキップボタンを使うたび、そのコースにある材料も一つ失われます。材料って何？服？
勇者たるもの、冒険を無にしないためにもスキップボタンを押す判断を間違えぬよう、私が学びとのことをお話しさせていただきましょう。あれ、あ、間違えぬよう、ふんふん、一心同体。学びととあなたがつながれば一心同体、ハートも頑張りゲージも共有されます。またトーテムをすることで学びとはあなたの行動を完全に真似するでしょう。トーテム、トーテムポール。勇者たるもの、マネビトだけでなく周りから真似をされる存在でなくてはなりませんよ。私がマネビトを、はあ、ここまでか。区切りがよくわからん。勇者たるもの、いつも他人を思いやる心を忘れてはなりませんよ。ふんふん、男かな女かな。マネビトを連れて出発するか。出発します。ではマネビトを目覚めさせようぞ。なんだ、イーナンアゴマサリトヒヨ、サリ、サリト、ん、読めなかった。またあれかな、逆から読めば言葉になってるパターンのやつかな。さあこれでお主と学びとは一つになった。これは魔境に通ずる唯一の入り口、トライフォース。あとは学びと共にこのトライフォースに乗るだけじゃ。おお、そうじゃ、あと一つ伝えておかねばならぬことがあったわい。下を見るのじゃ。うん、この光っておるところはマネビトパネルといってな。このパネルに触れることでマネビトに乗り移ることができるんじゃ。ん、さっき聞いてよ、あの左の人から。あ、男っぽいね。旅立つ前に試してみるがよい。んーと、ほっ、おお、すげえ、ちゃんと顔もできてる。デクになっ、何、へえ、はあ、なるほど。あ、戻れた。で、あれ、3人で一緒に乗らんといかんのやっけ。ちょっと待って、どうしたらいいんやろ。トーテム、こういうこと。ほう、こっち向いた。なるほど。あ、こういうことだ。おお。エリア選択、森林エリアしか選べんね、まだ。手に入る材料、パズジェリー、パズ、バズ、バズジェリー、バズジェリー、アモスの魂。まあとりあえず1から。デクの森。デクナツとかおるんかな。何これ。あー、なるほど、兵士の服ね。担いだマネビトは B で剣を、 Y でアイテムを操作できます。これは一体、この子たちは一緒に動いてきてはくれないのか。何これ、何これ。弓矢を手に入れた、 Y で矢を撃てるぞ。おー、すげえ。ねえ、なんか弓矢、それぞれで手に入れとかんといかんってことかな。あ、っていうことかな。 Y で矢を撃てる。で次赤。なんかこれ難しそうやねん。なんかこの一人一人動かしていかんといかん感じね、やば。お、なんかアユナがハートをゲット。あ、そういうのがあるんや。ゴルピーゲット、何あれ。なんかいちいちさ、実況みたいなの出てくるんやけど、私ランクね、あれ読めばいいかな。あ、この上にはまだいけんってことなんかな。ここは、あ、そっか、水の中入れるんか。あ、もうなんかめっちゃ、いやー、間違えたね。あっこの上にルピーあるよ。あれじゃない、あっこの上のルピーは。おお、ほらほらほら、こういうことや。なるほど。へい。こういうことね。ん、そういうことなんかな。まあ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 。んで、これは別に何もないんか。あ、降りちった。んで、あれ、
と待って、これこれあのこうで、こういうことかな。なんか超ややこしいじゃんこれ。でもあっこ一番上届く？届くか？もしかしてさ、これこっちに投げるじゃん。あ、すげえ。で、こいつあっこまで届く？へっ。いや、届かねえわ。ちょっと待って。あ、こっちか。んで？ちげえよ。おー、3人になった。すげえ。届いてないけど。んで？どうしたらいいんこれ。あ、2番目のこいつになって、ここで投げればいいわけや。あー、なんかあれやね、頭使うな。よいしょ。んで、それぞれが、これを。あ、ちげえ、こっちだ。こう。おー、開いた、開いた。なんか普通のゼルダ以上に頭を使う感じかな。やばいねこれ、一人で操作するのやばいね、超めんどくさいんだけど。テクノ森2。お、これもうステージ2に移動したね。なんか敵いるよ。敵いるけど、これ一人分しか動かせないわけじゃん。あ、ほらほら、これ全部倒さんといかんってことかな、もしかしたら。てかこれ、あれ？ジャンプはできんの？あ。これジャンプはできんってことか。ってことは、上にいるやつらは、上の私がやらないといけないわけだ。なるほど。あれ？お、設置された、設置された。あれ、こうか。んで入れ替えて、こういうことだ。あ、ごめん、間違えたね。あれ、マネビタは攻撃されんのかな。アユナが宝箱を開けた。ハートをゲット。お、ハートいっぱい手に入れたよ。イエイ。宝箱を開けた。ゴルピーをゲット。よいしょ。やっぱ全部やっつけんといかんっぽいね。これで、あ、ほら、やっぱり。マネビトに乗り移った途端に。あ、全部やっつけて、アイテムも全部回収せんといかんわけや。なるほどね。これ結構なパズル要素が満載やね。デクの森さん。なんか水晶玉みたいなのある。なんかマネビトも勝手に動いてくれたらいいのにね。なんやろこれ。なんもできんけど。どうしたらいいんやろこれ。あ、もしかして弓矢？お、来た来た。んで、これ多分、あ、あ、なるほど。動いてきてくれるんやね。で、また一人ずつ降りていくわけや。あー、落ちたよー。焦った。ちょっと焦りすぎた。じっくりいかんといかんわけやね。焦るな焦るな。次々行こうとするとこういうことになるわけや。なるほど。もう時間かけてでもしっかりいかんといかんってことやね。で、多分こういうとこのさ、草も全部買ってアイテム回収してってしていかんといかんわけやろ多分。こっちは？こっちは勝手に動いてくる？あ、あれか。ちょい待って。こっから、あれ？届かない。この
え、ちょっと待って、あ、この、え、さらに上かな、もしかして。これは上の方に設置したら、あれ、ちげえな。あ、石も投げれる。え、これどうしたらいいん。え、こっからもしかして、え、谷底落ちるよね多分。ごめん、ごめんね。え、これどうやって行ったらいいんやろ。待って待って待って、これで真ん中のやつにしたら、あ、ちょい待って、ギリギリまでこれで移動しといてからの、待って、でこれ、いや全然ダメだわ、どんどんハートがなくなっていくだけだわ。え、やべえ、これどう、何何何、あ、そういうことか。待って、分かった分かった、超分かったよ私ね、分かった。あの、これでこれだ。あー、よかった、積んだかと思ったよ。てかこれでさ、トーテムした状態で乗ったら1回でいけるじゃんね、3人バラバラに動かんでも。おお、なんかちょっと進歩した、進歩したぜ私。あれ、ちょっと待って、ブス、あれ、あ、違う、こっちで、間違えた間違えた、びっくり。宝箱の上に乗ってる。アイラが20ルピーをゲット。ふんふん、とりあえずなんかこのマネ人は敵に攻撃をされないみたいだな。動かしてるやつじゃないと関係ない。5ルピーゲット。へい。ほんで赤の子を下ろしてきて、これで、あれ、トーテムでこの状態でまた乗ればいいと。あー、で今度あれ、またあっこに、てか小さいよ、踏み台踏み台踏み場、あっこに打てばいいわけだね。そしたら多分あっこの橋がかかるから。へい、いけた。あ、これで次のステージに進むわけだ。なるほど、よし。で、何こいつ、敵だよね。お、ハート落とした。え、何こいつ、敵、敵だよね、違うの。ハートもう一個回復して満タンにしときたかったな。さあ行こうぜ。あ、行こうぜはいいんやけど、ちょっと待って、この辺の全部刈り取って、んーで、これで、これでいけたか。で、ほい、あ、これはこれで、あ、ここはちゃんとバラバラじゃないといかんわけやね。へい、おーし、デクの森4。これってステージ何まであるんやろ。とりあえず草と壺を、ん、ここ敵おらん。うわー、びっくりした。あ、そっかそっかそっか、デクの森やもんね、そりゃデクナッツも出るわさ。うわ、びっくりする、びっくりする、待てって。あ、こいつなあ、あれだな、こいつら、あの本体がさ、デクナッツはあれだね、あの弓矢で攻撃すべき敵だね。
出てこいよ、ほら。よし。で、こいつは一段上になっとるけん、トーテムじゃないと。あ、ちょっと待って。下に来てくれ。はい。カチッと。で、緑を動かすようにして、で、あ、違うわ。弓矢、弓矢。ちげえ。くっそ。これで、よし。へい、出てこい。よし。でも、だいぶダメージ受けたんだけど。やべえ、ちょっと待って、早く来て。間違えた。これで。これで。これで、あと、これでしょ。はい。いったぜー。やったね。お、開いた。お、これで脱出できるわけだね。んで、ちょっと待ってね。これで、上の草も買って。こっち側は？へい。なんか知らんけど、一箇所っていうか、部分的に刈り取られてんだけど。これで。さあ、行くぜー。バラバラになった。これで。これで。よし。オッケー、いけた。あれ？お？お？なんだ？え、消えたんだけど。2匹消えたんだけど。お、宝箱。バズジェリーを手に入れた。あ、ってことはこれクリアってことか。え、これさ、この中の1個しか手に入らんってこと？運か。そういうこと？ 3×30 の90。写真屋さんにカメラをもらうと写真を撮ることができます。さっきの何？妖精90匹になったってこと？セーブが終了しました。自動セーブね。おー、帰ってきたぜ。ってことは、とりあえずここで一回終わりっていうことかな。はい、ということで、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あ、こっち向くん忘れとった。こんな感じか。